今回は8月にロールコーヒースタンドで営業を開始されたばかりです。菓子工房お日様をご紹介します。というわけで、私は今飯島町にありますシェアカフェロールコーヒースタンドの前に来ています。こちらに新たなお店お日様が仲間入りし営業を開始されているそうです。どんなお店なんでしょうか。早速行ってみたいと思います。こんにちは。お邪魔します。店内に入ってきました。何度かお邪魔したことあるんですけれど、本当こちらおしゃれですよね。福田さん、それではお伺いしたいんですが、まずはこちらの店名の由来を教えてください。はい、こちらはお日様という名前は皆さんのイメージ通り太陽という意味を込めてます。で、私自身がどんな時も喜んでもらえることにやりがいを感じていて、私が作ったお菓子やドリンクを食べてもらった方々に太陽のような笑顔になっていただけたら嬉しいと思った。素敵な由来があったんですね。ありがとうございます。お店のこだわりを教えてください。はい、こだわりは無添加に素材にこだわったお菓子を作っているのと、ドリンクに竹炭を入れてデトックス効果のあるドリンクを作っています。例えば焼き菓子ならバスクチーズケーキや小麦粉白砂糖を使わない幻のチーズケーキ、お飲み物でしたらシェイクに果物などを盛り付けた飲むパフェシェイクや、ソーダに食用竹炭の粉を入れて黒く色付けしたブラックソーダや、エスプレッソをシェイクしたイタリアのアイスコーヒーシェケラートなどがあります。さあ、おすすめのメニューがやってきました。福田さん、こちらご紹介をお願いします。はい、こちらはイタリアのアイスコーヒーをシェイクしたシェケラートと幻のチーズケーキです。で、こちらのシェケラートはなかなかコーヒーをシェイクして飲むことがないと思うんですけど、すごく飲みやすくてシンプルな味です。で、幻のチーズケーキは無添加で白砂糖を使ってない小麦粉不使用のチーズケーキです。よかったらお召し上がりください。ありがとうございます。スーッと入りました、フォークが。そしてちょっとごめんなさい、断面お分かりになりますか。すごくしっかりと密度が濃くチーズケーキ入ってます。うん、幻ですね。スーッと溶けてきます。こんなにもしっかりとチーズケーキが入ってるのに、口の中にのせるとスーッとチーズケーキがなくなっていくんですよ。しかもそれがなんて言うんですか、まったりとした甘さじゃなくて爽やかな甘さなんですよね。これは一つペロリと、こう重たい質量の割にペロリといける、そんなチーズケーキです。さあ、続いてはこちらのシェケラートをいただきます。グラスもとってもおしゃれですね。こういうのやっぱ女性はテンション上がりますよね。いただきます。いただきます。あ、美味しい。コーヒーすっごく濃厚ですね。で、これは先ほどのチーズケーキに絶対合いますね。コーヒーのいい香りが鼻の奥にって入ってきて、で、これも甘いのにそんなくどい甘さがないんですよ。だからケーキとの相性もバッチリです。お客様の反応とかってこちらはいかがですか？やっぱりそのチーズケーキ頼まれる方はそちらのシェケラートを頼まれる方が多くて、まあ、すごく相性が良くて飲みやすいもので人気です。なんかコーヒーをシェイクするっていうのは先ほど福田さんが言われてた通り私初めて拝見したんですよ。え、そんなことするの？って思ってたんですけれど、なんですかね、この濃厚さ、まろやかさ。イタリアのアイスコーヒーと言われてて、エスプレッソにもこだわってるので結構濃厚さが強いと思います。この豆ごとに違った良さがきっとこれなら出るんだろうなっていう感じがします。すごくこれも美味しいです。福田さん、とっても美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。今後の目標や展開などをお伺いしてもいいですか？
今後はいずれは自分のテナントを持ちたいと思ってて、もっと多くの方々にそのお菓子を届けたいなと思ってます。こちらでは何曜日と何曜日に営業されていますか？こちらは毎週月曜日と金曜日の12時から18時までの営業で、その他にマルシェのイベントにあちこちと参加してます。そういった情報って何かを見て知ることができますか？はい、SNS だとインスタグラムの方でお日様とひらがなで検索していただけたら、そういった情報が知ることができますので。最後になりますが、番組をご覧の皆様に何かメッセージをお願いします。はい、気軽に立ち寄っていただけるようにテイクアウトの商品も多くあります。その他にご予約いただけたらケーキもお作りします。お待ちしてます。福田さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？食べた人が笑顔に、幸せな気持ちになるお日様の幻のチーズケーキ、ぜひ皆さんもご賞味ください。菓子工房お日様は飯島町のシェアカフェロールコーヒースタンドで、月曜日と金曜日12時から18時まで営業しています。またその他のマルシェなどの出店に関してはインスタグラムお日様を検索してご確認ください。